えー、はいおはようございます。ご無沙汰しておりました。本ところね、ハードワークでしてね、慣れない肉体労働で、<laughs> 息子のアパートの引っ越し作業 <coughs> 手伝ってきたんですけれども、腰、足腰がね、もう <laughs> 痛くて、<laughs> たまらんだんって感じなんですけれども、えー、まあそっちも無事に終えてですね、あのこの間から、あの 大量生産中のあのあメディウムにですね、えっ、ー、と、投稿してました、えっ、ー、と、これは何だっけなあ、チューリングマシンですね、チューリングさんのチューリングマシンをリ、えー、スプで作っちゃおう、それからこれはね、インスタントパスカルコンパイラ、ねえー線、PL0 を簡単に S 式で作っちゃおうっていうお話ですね、それからね、これは数学のリクレーションでカプレカ数です。 カプレカスを確かめるリスプコードを書いて遊んじゃおうというやつですねそれからね昨日書いたタイプインファレンスあの型推論について、えー、書きましたあのドキュメントにも書いてあるんですけれどもなかなか分かりにくいかなと思ってまあ、3分4分程度読める内容ということで、えー タイプイプンンファレンス、えー、型推論ですねリスプについてご紹介をしまして意外とねリスプ世界って型推論ついてるあの処理系って少ないんじゃないのかな SBCL なんてないしディクレアで宣言するんでしょ型をそれであのコンパイラーが最適化していくんだけどもなんかあんまり理論的に美しくないなって私は <laughs> あんまり好きじゃなくてそれであのえっ、ー、と 肩推論機を何年前したかね作って最適化するということでその肩推論機っていうのはそもそも高速化させようっていう意図がありましてね竹内関数を肩推論機を使って高速化しようみたいな話とか立て続けにジャンジャンじゃんと書いてまして <laughs> と,、まあ、とにかくあの興味持ってもらわないとね い、えー、いけないので、えー、話を要約して面白そうなトピックに絞って「あのイザ・ヤス・リスプ」のことについて34分で読めるような内容でご紹介をします。おかげさまで えとだいぶアクセスも増えてクローンも多く作られるようになりましたレディットに比べると読者層のレベルが高いみたいでして、えー、と興味を持ってくださってで実際動かしてくださっている方もあの増えてきましたやっぱりあのレディットリースプーだと2、まあ、チャンニネルに毛が生えたような感じなんであんまりあのー <laughs> ね、この間のスウェーデン人の方でね研究者の方でも真面目に対応したら本当に並列計算の この程度のやつ理解できないのかって、がっかりしちゃってね、うっそだろみたいな感じで、あ、じゃあだめだこれはと思って、あのメディウムの方に自かしを移して、えっ、ー、と、まあ、あの、こんなことやってますよっていうふうなことでやってます。だいぶなんかあのフォロワーさんも増えてきましてね、えー、こういろいろやってるところです。はい。でそんなことでやっております。じゃあ